ご視聴ありがとうございます。今回は、ファミコン誕生の、きっかけになった出来事の一つ、インベーダーゲームの登場を、ご案内します。インベーダーゲーム？インベーダーゲームは、1978年に、ゲームセンターに登場した、日本で社会現象にまでなった、大ヒットゲームだよ。インベーダーゲームの登場によって、任天堂は、ゲーム作りの方向性を、大きく転換することになるんだ。この出来事が、後にファミコン誕生へと、繋がってゆくんだよ。そうなんだ。物語は、1970年代の、任天堂から始まります。1970年代へごー。1970年代の、任天堂。1970年代当時の任天堂は家庭向けおもちゃや業務用ゲーム機などのレジャー施設を手掛けていたんだ。そして任天堂の開発スタッフにはきっちり決まった目標はなかったんだ。開発スタッフ個人が適当にアイデアを出し、山内社長の OK が出れば商品化できるという、そんな時代だったんだ。今の任天堂では想像できない時代だね。任天堂開発部の上村部長。娯楽産業は、すぐにお客さんに飽きられてしまう。新しいヒット商品を、探さないとな。何かないかな。そんなある日。はい。上村です。いつもお世話になっております。三菱電機です。上村部長ですか？三菱電機さん、どうかしましたか？実は、ゲームを共同開発しておりました取引先が、倒産しまして、テレビ、ゲーム企業の LSI が、大量に残ってしまったんです。家庭用ゲーム機を商品化しませんか？当時、日本は電卓戦争の末期で、日本の電卓メーカーだったシステックは、新しい市場開拓のため、家庭用ゲーム機を企画していた。そして、三菱電機にゲーム用 LSI の開発依頼をしていたんだ。ところが、1976年夏にシステックが、倒産してしまう。顧客を失った三菱電機は、業務用レジャー施設で、縁のあった任天堂に話を持ちかけたんだ。任天堂、家庭用ゲーム市場に参入。三菱電機からの家庭用ゲーム機の商品化の提案は、任天堂の開発部にとっては、渡りに船だった。開発部上村部長。家庭用ゲーム機は、面白そうだな。これは、新しい市場開拓になるのでは。任天堂社長室。山内社長、家庭用ゲーム機の開発、してもいいですか？こうして、任天堂開発部は、三菱電機と、家庭用ゲーム機の開発を、進めることになるんだ。1977年、任天堂。家庭用ゲーム機発売。こうして任天堂は1977年、任天堂、初の家庭用ゲーム機。カラーテレビゲーム6と、カラーテレビゲーム15を売り出すことになるんだ。これをきっかけに、LSI に精通するパートナーである三菱電機と共同で、次々とゲーム機を発売していくんだ。ミニゲームは、家庭用ゲーム機じゃない。任天堂、
技術の壁。三菱電機と共同開発した家庭用ゲーム機は100万台を突破する大ヒット。これに勢いづいた任天堂は次々と家庭用ゲーム機を発売することになるんだ。だけどここで壁にぶち当たる。壁？前回ヒットした家庭用ゲーム機は LSI の設計や開発が完成していた商品だったんだ。商品企画だけでよかったってことだね。でも今度企画しているレーシング112というゲームは任天堂のオリジナルゲームなんだ。任天堂初のオリジナル家庭用ゲーム？今回からは企画だけでなく設計、製造管理も必要になってくるんだよ。ところが任天堂には LSI に詳しい人材がまだ育っていなかったんだ。上村部長。我が社には LSI に精通している人材が育っていない。面白いゲーム企画ができても具体的に回路設計できる人材を育てなければ商品が開発できないぞ。困ったなぁ。そうだ、いい方法がある。任天堂開発部会議。上村部長。我が社が家庭用ゲーム機を開発できるようにするにはもっと LSI について学ばねばならない。これからはゲーム企画、設計、製造管理のノウハウを勉強する必要がある。ということで君たちは明日から三菱電機さんのところで修行してきなさい。明日から君たちは修行僧だ。滝に打たれてこい。了解しました。了解しました。こうして任天堂開発部の社員は三菱電機から LSI について学ぶことになったんだ。修行だね。任天堂社員の奮闘記。新しい家庭用ゲーム機のレーシング112で任天堂の開発者は三菱電機の技術者から LSI の基礎から回路の設計など様々なことを学んだんだ。また任天堂の技術者が設計した回路がうまく動作しない時には三菱電機の技術者が任天堂まで出かけて行って調整してくれることもあったんだ。まるで家庭教師だね。任天堂の社員は4ヶ月ほど三菱電機に通い詰め、1978年、ついに、任天堂初のオリジナル家庭用ゲーム機、レーシング112を発売したんだ。任天堂初、オリジナル家庭用ゲームの、完成。そして、次のゲーム、ブロック崩しの開発に取り掛かったんだ。家庭用ゲーム機、ブロック崩し発売。カーレース112の開発で家庭用ゲーム機開発の技術を蓄積した任天堂の社員は今度の新しい家庭用ゲーム機ブロック崩しではゲームの企画をもとに自力で回路図を作り上げられるようになっていたんだ。完成した回路図は三菱電機に持っていき LSI のパターン設計に入る。当時はまだ CAD を使っていなかったのでOR 回路やインバータといった回路のセルパターンを一つ一つ方眼紙に書き、それを組み合わせて設計を進めたんだ。ブロック崩しは任天堂にとって専用 LSI を使った家庭用ゲーム機の集大成とも言える製品だった。そして1979年にブロック崩しが完成する。この時ブロック崩しの外観デザインをしたのが後にスーパーマリオ、ゼルダの伝説などの作家として有名になる宮本茂さんです。おお、あの有名な宮本さん。当時宮本さんはまだ工業デザイナーでゲームのデザインは
してなかったんだ。なら、ゲームクリエイターじゃなかったんだね。インベーダーゲームの登場。1979年の、業務用インベーダーゲームの、登場で、状況は一変するんだ。なんで？業務用インベーダーゲームが、登場した時に、任天堂の開発チームは、インベーダーゲームの解析を、していたんだ。これをリバース、エンジニアリングと、言うんだけど、インベーダーゲームが、どういうハードとソフトで作られているかを、分解して解析することなんだ。上村部長。これは、我々が開発しているゲームとは全く、違う構造をしてる。専用 LSI ではなく、CPU を搭載しているぞ。もう時代は、専用 LSI の時代ではないということか。これからは、CPU の時代だ。CPU の時代？インベーダーゲームの頃から、業務用ゲームには、専用 LSI ではなく、CPU が使われるようになったんだ。もう、専用 LSI は古いってこと？そういうことだね。その後、上村部長は、部下たちに家庭用ゲーム機開発の、停止を指示したんだ。こうして、任天堂は家庭用ゲーム機市場から撤退するんだ。反省会。上村部長、当時を振り返っていかがですか？いやぁ、インベーダーゲームは衝撃的でしたね。我々が、開発していた家庭用ゲーム機では、もう通用しないと直感しましたよ。でも、あの時開発した、家庭用ゲーム機のおかげで、ファミコンが誕生できたんだと、思います。あの時に、三つの財産ができたんですよ。一つが、部下たちの成長。開発部の社員が、自分でアイデアを出して、回路図を書き、ハードウェアを作ることまでできるようになったんです。二つ目が、家庭用ゲーム機の企画、設計、販売の、ノウハウを蓄積できたことです。これは、ファミコンの設計、販売に、大きく役立ちましたよ。そして、最後に、お世話になった、三菱電機の技術者さんが、あの後、理工に転職されたんですよ。ファミコン開発の時、任天堂の開発スタッフは、専用 LSI の開発で、半導体技術を教えてくれた技術者と、再会することになるんだ。その技術者の名は、八木博光さん。上村部長。八木さんは三菱電機から理工に、移っていたんです。そして、理工の半導体部門で、再開することになるんです。そして、ファミコンの開発の時、一緒に開発することになったんです。ブロック崩しの頃から一緒に、開発をしていた仲だったので、ファミコンの開発時には、非常に助かりました。この後、任天堂の開発部は、業務用ゲームと、家庭用ゲーム機、ファミコンの開発に挑戦することになるんだ。今回はここまで。次回は、任天堂開発部の、業務用ゲームへの挑戦と、歴史に残るゲーム、ギャラクシアンの登場を、ご案内します。ご視聴ありがとうございました。